インフラ周りって稼いでいいのかってこともあるよ、ね、え全然いいんじゃない。シンガポールの水とかめっちゃ稼ぎ始めたよ。だから稼いだらさ、要は一般ね電力が上がるとかさ、価格上げる。逆。シンガポールってもともとマレーシアから水買ってたのよ。あ、そうなの。だってシンガポールってめっちゃ狭いし、山とかがあるわけでもないから、うん、水がない国だったのよ、うんうん、だからマレーシアから買ってたんだけど、うん、これ高いからなんとかしようって言って、うん、マリーナベイサンズの前って、はい、あの元々海だったところを全部囲って池にしたの、うん、おすげえかっけえ。で池にしたからそこの水が使えるようになったし、うん、海水をろ過する技術を開発したの、うんうん、海水から水が作れる。おでその技術を海外で売ってる。だから今めっちゃ儲かってるシンガポールの水会社。そうなんだ。っていう技術を作って海外から金を取るのができるのよ、うん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 、だからそういうのをやればいいのよ。へえ。それ開発したら三菱。お、日本なんだ、うん、三菱なんだ。へえ。すごいね。だからそういう技術を作って他で売るっていうのをやればいいだけだから、別になんかインフラに関しては僕は全然優秀な人が技術を磨くでいいと思ってる。結構みんなさ金出して水を飲むようになったよね。インドと中国のさ、あの山を爆破させる話って聞いた？何それ。あの要はさ、ヒマラヤ山脈があってさ、そこで雲ができて、うん、あの雪ができて雪解け水が水として流れるじゃん、うんうん、この山爆破したら水全部うちに行くんじゃないって中国がやろうとしてておすげえなこいつらと思って今国境線であのイギリそのインドと中国ってたまにバンバンやってんだけど、うん、あれはほっといたら本当にやつらやるのよ。山がさたまたまなくなっちゃってさ、雲が中国側に来たとしてもさ、うん、それ何の問題もないし、うん、インドも文句言えないじゃん、うん、だからありなんだよ。はあ。だからっていう地政学的なのが日本はないから、そうだね、大丈夫な気はする。はあ。でもやっぱね、隣り合ってる国っていうのはね、それは揉めますよ。揉めるね、それはね。